はい、こんばんは。今回は新しく発見されたランダムクエストに穴場を紹介する動画です。はい、それはこちらのコンタ村のランダムクエストですね。こちらは戦闘が一切なく、確定で鳩を倒すだけのランダムクエストになります。鳩を追い払うだけでもいいのかな？ただ、鳩を倒すと確定で鶏肉を集められるので鶏肉集めにも使える穴場ですね。場所はと後で紹介しますが、こちらのスイートフラワーが目印です。ここで、他のランダムクエスト同様、リログを繰り返せば鳩と好感度経験値を楽に集められます。で、たまに任務が発生しないんですが、その時は時間を23時間くらいぐるっと回してみてください。キャラは鳩をまとめて射抜ける、九条皿や、関羽、宵宮、鳩が逃げないアーロイなんかがおすすめです。すると任務が発生します。ここは夜限定なのかな？似たようなので犬に餌をあげるやつがありますが、鶏肉が減るよりこちらの鶏肉が増える方が嬉しいですよね。ちなみにランダムクエストは1日最大10回まで好感度経験値獲得可能で発生自体は何回でもするんかな？経験値量は10か15からランダムかな？最後にそこへの行く方を紹介して終わります。ここまでご視聴くださり嬉しいです。ということでここまで、ご視聴ありがとうございました。